体になってんじゃないですか、これ。あ、何か。触ってみましょうか。ちょっと音を皆さん。あ、髪の音。こういうのですね。こういう音がしますね。あ、今、私ちょっと聞いたことがあるんですけど、こう、光に照らしますと、はあ、何か見えてきます、ね。はい、不思議なものが見えてきますね。何でしょうね。あら。これはちょっと。すみません。はい。あ、これ。これはですね、隣に顔があるんですけれども、真ん中にも顔がありまして、この2つの顔はどうやら同じ。これは不思議ですね。何の意味があるんですか？そうですね、普通ですとこう、ちょっと違う顔に、そうですね、女性とかの方がいいんじゃない？そうですよね、意外なものが浮かぶかと思ったら、また同じ顔が、これをこう、僕、その真ん中に僕、右にも僕というあの構図になっています。まあ、あと少しこう謎めいているのは、裏を見るとなんかちょっと安っぽい感じ。はい、そうですね。閑散とした感じですね。顔というこうかなり前に持ってきすぎたっていう。なるほどね。これ2つ顔を持ってきたためにもう裏は置くものがない。置くものがない。しょうがないから富士山を1つ置いてみたら、これ1つ置いたんでつまんないで湖面にも。あ、そうですね。つまりこう片側はこう左右の世界に対して裏面は上下の世界、上下2つずつこうこれで私こうやってこの紙を出しますと上下、裏返しますと左右、また裏返しますと上下というふうにこう1枚の紙ですね、こう裏返すたびに違う世界がこうくる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 、でも同じような世界が書いてありますけど、これってどういう、そうですね、数字というのがちょっと不思議ですね。棒が一つ、丸丸丸、いわゆる1000という数字でございます。はい、これはどう使えばいいんでしょうね。もうこれ見比べ、先ほどのようにね、表裏見比べ。なるほど。表はこれ、同じような字。はい、同じような字。ひっくり返しますと、これ、明と暗を分けるような。はい、しかも対角線です。そうですよ。右上は暗い、左下はこの白抜きな感じ。そうですね、こうしてですから1枚の紙で対角線、上ですか、対角線、上というような、これもまた裏表で何度も楽しめる仕組みです。なるほど、まあ楽しむもんなんですね。そうですね、何か分かりませんけど、1枚の紙なのにこんなに楽しい、裏表、はい、今日は、楽しい1枚の紙のご紹介をしました。どうも中尾さん、ありがとうございました。